イールドカーブコントロールの運用の柔軟化は、上下双方向のリスクに機動的に対応していくことで、この枠組みによる金融緩和の持続性を高め、賃金の上昇を伴う形で 2% の物価安定の目標を持続的安定的に実現することに資する措置であるというふうに考えています。